私は運転免許証を自主返納した。いろんな出来事があったけど、家族も私の生活をフォローしていくことを決意してくれた。こんなに家族から感謝されるなんて、自主返納してよかった。自主返納を考えるあなたの勇気ある行動を待っています。